はい、こんにちは、みほです。今日はですね、ブックレビューをしていきたいと思います。今日のね、内容は、キングダムの56巻です。はい、これね、11月19日に発売になってた、発売日が19日だったんですけど、私なんかうっかりしてて、全然気づいてなかったんですよ。なんかコミックス出るのって遅いですよね。3、4ヶ月単位ぐらいかな。で、なんかテレビで、アマゾンのブラックフライデーセールみたいなやって、とりあえずなんかアマゾン見てみろみたいな CM が流れたんで、ちょっとなんかブラックフライデーってなんかわからんけど、ちょっと見てみるかって思って見てたら、なんかね、あ、そういえばキングダムまだやったなみたいなのを思い出してみたら、15日で発売されてますって で、夜の6時過ぎやったんですけど、買いに行きました。近所の蔦屋さんに。セブンイレブン行ったらね、ワンピースしか売ってなかったから はい。ありました。すごい山積みでいっぱい。はい。ではね、早速レビューしていきたいと思います。ちょっとネタバレになっちゃうから、内容のね、本筋とかは、言わないようにしようと思うし、私自身もね、週刊誌の方は、ヤンジャンの方は読んでないんで、コミックス派なので、ちょっとね、ゆっくり楽しんでいきたいんですけど、まずね、表紙がね、今回、誰なんやろうと思ったら、李牧、趙軍ですよね。李牧は、アニメが、声優さんがね、森川さんなんで、結構好きなんですけど、敵やけど好きなんですが、趙軍がメインって感じかな、やっぱり今ね、趙と戦ってるから。で、これ本当にね、すごい個人的な趣味なんですけど、私は趙軍の中やったら傅抵が好きなんですよ なんか、なんだろう、ちょっとかっこつけで、ちょっとおバカっぽいやんちゃキャラなんですけど、なんかね、カイネのことがほんま好きって感じで、なんかそこがね、憎めないやつっていう感じがする。だからこのあとね、その戦でどうなるかわからないけど、まあ、ちょっとね、不定ね、死んでほしくないなーって個人的には思ってます。はい。で、早速中身なんですけど、もうね、私コミックスしか読んでないから、趙とこの信との戦いの、まあ、今回15日目が幕開けするんですけど、武将とかいっぱい出てきて、怪我したり死んだ人とかもいるじゃないですか。で、新たなキャラとかも出てくるんで、名前がね、ちょっと覚えられへんっていうのが結構あって、読む前に、前の巻、これ絶対読んでおさらいしますね。で、その後に、この、キングダム本義っていうストーリーが書いてあるとこおさらいして、で、武将の名前再度確認して、顔とかね。で、さらに主な死傷者。もうね、これ誰が、誰を討ち取ったとか、もうね、ちょっと忘れかけてったりして、もう今ね、戦況がややこしいですよね。場所も、朱海平原っていうメインの戦いのところは、まあまあ出てくるんですけど、陵陽と行とありますよね、そこ他に。なんかね、そこにね、散らばってるところがね、もう個人的に分かりにくくて難しくて、なんかね、ホワイトボードかなんか書きながら読んだ方がいいかなっていうぐらいな気がします。はい。で、前回のこの55巻で私がね、結構気になってたんが、これ今楊端和さんはね、陵陽で戦ってるんですけれども、楊端和と来たりがなんか、虫の知らせみたいな直感、そういう能力があるから、今日がなんかもう決戦の日や、今日が決着の日やって言ってたんですよ、55巻で。それがね、どうなんやろうっていうのがすごい気になってました。それからまあ、あとは行にいた王翦の兵が、まあ兵糧役じゃないですか。で、桓騎軍がまあ囲んでるから、まあ停戦状態ではあるんですけど、桓騎のね、動きがどうなるんかなっていうのを思ってました。どうなるんかなってね。じゃ、ちょっとね、早速ね、こう読んでみると、まあ、その行からの急報を受けて、ちょっと李牧ね、焦るっていうか、まあ、やられたなっていう感じなんですよね。で、私は李牧がなんて言うんかなって、ちょっとそこ予想しててね、あ、なんか王翦やってくれましたね的なこと
を言うんちゃうかなって思ったら、ちょっとやっぱり言ってました。それなんか予想的として面白かった。 はい。でね、その後に、その行からの急報を受けて、朱海平原も戦いがメインだけど、趙軍は行をね、救わないとまずいわけじゃないですか。だから急いで中央軍の決着をしないといけないというふうに李牧は考えてると思うんですけど、そのね、戦いがメインの話になってます。これがですね、またね、王翦がびっくりするような陣形っていうか戦略っていうか戦法を取ってくるんですね。で、私そんなにその陣形とかそういうね、戦のなんかねことは詳しくないんで分かんないんですけど、なんかすごいことやりだしたなっていうのは分かりました。それで結局中央軍同士の対決にはなるんですけど、またそこでね、王翦がなんかとんでもないことを言い出すんですよ。で、この五条六花の印象として、私個人的に思ったのが、王翦めっちゃ喋ったなって。私がね、ずっとね、呼んできたイメージとして、王翦でなんか鉄仮面みたいなしてるじゃないですか。で、王翦とも会話するシーンもほとんどないし、会話もね、単語ぐらいしか言わなかったから、この人喋れるのかなみたいな。なんか部下とかにどうやって指示出すんやろうとか、すごいね、数のね、王翦ってどんなんやろって謎な部分あったんですけど、今回の五十六巻では今までにないぐらい王翦喋ってた。なんか王翦喋れるんやっていうのが面白いなと思いながら読みました。前回っていうか、前の巻とかで王翦がなんかやられてるじゃないですか。もう瀕死の状態になるんですけど、ちょっとね、王翦も頑張って出てきます。これちょっとネタバレかもしれん、ごめんなさいね。でも王翦もちょっと活躍してます。それから信と羌カイですよね。この2人はもうめっちゃ限界超えた戦いずっとしてきて、15日目なんですけど、もう本当にね、体力の限界みたいでやばい状態です。だから五十五巻の話だと、なんか羌カイが信をなんかお前を守ろうみたいな感じで 逆ちゃうかなって思うけど 信をね、私が守るみたいなこともね、言い出したりしてね、それでもね、2人はね、頑張るんですけど、ここのね、秦と羌カイがいる秦軍の右翼側っていうのが、その15日目の決着に大いに関係してくる展開になってます。中央軍の戦いとしては、その王翦がめっちゃ変なことやりだしたから、カイネもびっくりして、え？みたいな 感じやったし、フテは「こっから先どうなんの？なんかちょっと見せてみろや」みたいな、ちょっと上から目線でね、言ってました。あとはまたね、新しいキャラがね、出てくるんですよね。なんかうわーと思って、それが秦軍に女性の武将が出てきて、これちょっとびっくりです。なんかめっちゃ強そう。めっちゃ強そうなんですけど、ね、女性の武将出てきたんやと思って、ね、やっぱり武将になる女性ってがたいがでかいんかなって 思った。なんかゾウさん連れてくる武将、めっちゃ胸が大きい。ちょっとわからんなったからパソコンで調べてみましたけど、そのカリン様ですね。なんか怖い。このね、髪型とかも、そうそう、人となんかちょっと似てるというか、かぶるイメージあるんかなって私はね、思いました。でもね、今回は味方やから全然 頼もしい。カリン様はね、敵ってめっちゃ怖かったけど、味方でね、女性の武将はすっごい頼もしいなって思いました。今回もね、大きい対決があって、武将がね、また死んだりもするんですけど、今までキングダムの中で私がうわもういいなって思う感動のシーンは、敵の武将とか
主要キャラが死ぬ時になんか回想みたいな昔のね回想シーンとかがあって、そういうのがね結構ね向こう側に私感情移入してしまって泣きそうになることが多かった。例えばあの最初の方やと万国ですよね、あの徴兵の戦いでね生き埋めにされそうになって復活した万国とか、まあ、すごいね怨念持ってシンを殺しに来るんですけど、その万国がね死ぬ時とか、あとはリンコですね、うん、リンコが死ぬ時もね、シンはね、まあ、お前の思いも背負っていくっていう感じで決意するんですけど、敵キャラが敵キャラって言っても人間だし、やっぱりそれぞれね大切に思う人とか守りたいものがあって戦ってるわけだから、それがねもうシン軍にとっては敵やけど、相手がね死ぬ時の過去の回想っていうのが、まあ、すごい関わり人との関わりとかがねあの場面が書かれてたらねうわーと思って、早くねもう中華統一して平和になってほしいなってそのために思います。あとね最後の方ならねもう本当にね決戦って感じなんですよね。趙軍は早く決着つけて行に戻らないとやばいし、秦軍ももうあれですよね、兵糧がもうないっていう状態なんで総力戦みたいな感じになってきます。であの中盤ぐらいで出した王翦のちょっとわけわからん陣形というか戦略が、まあ、後半に向かって分かっていくんですけど、そこでねまたねあいつが出てくるんですよ。うん、あいつってあれですよね、この55巻の最後ら辺で羌活が予想してた、うん、あれです、シーンをね狙ってくる化け物ですね。もう私この人が一番怖いかな、敵の武将の中で。いや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 、めっちゃ先気になる。この陣形が完成してその後っていうのはもうここね途中で終わってるんですけども、ここでねどうなるんかなっていうのが気になりますね。もうね56巻まで来てるけどまだ1個の国もね統一してないですよね。あの作者の原先生の予想では、まあ、100巻ぐらいは行くかな、100巻ぐらいで完結したいけどかな、なんかで、ね、テレビで見たんですよ、うん、言ってたけど、56巻中盤過ぎてまた1個も国統一されてないから、春秋戦国時代でね、いや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 、どうなんのっていう話ですよね。またねもうその行の様子が分かんないっていうのが、あ結局ねこれ分かんないんですよ、行の様子が分かんないっていうのが私はもう謎で、そっち気になる。あの秦の武将の中で割となんか歓喜が好きっていうところあるんですよね。なんか本当にね歓喜が好きって誰かな、残虐性があるんですけど、もちろんね歓喜もね子供の頃からそんな残虐な人間やったわけじゃないと思うから、歓喜がどういう風に生きてきたかっていうのはね私すごい気になってるんですよね、キャラ設定として。それも気になるから、もう56巻もね読み終わったばっかりやけど、早く57巻読みたいなっていう風に思います。はい、今日はねキングダム56巻の私が読んだ感想をお伝えしました。はい、みんな読んでどうやったかな、ちょっとねこういうコメント欄でねここがこうやったっていうのすごい聞きたいなっていう風に思います。はい、今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。